小村くん、おはよう。メガネ。一回忘れちゃったけどね、ココアの湯気で外した時に。元気そうでよかった。最近の出来事1、どっちも興味があるので向きになったらなくなるのは良くないな。微妙に容量を得ない。こんな面白い文章は書けないもんな。かわいい。文化祭ってこんな楽しかったかな。あ、お、俺の展示を見てる。メガネかけてるよな。縫い目の数とか数えて遊んでるのかもしれない。そんなじっくり見るようなものじゃないのに。ん？俺もトイレ。小村くん、したの？え？なんか不思議だよね。なんだこの最高の時間は。読んだよ。え？言葉が丁寧でね。三重さんのも読んだよ。面白くて好きだな。他にしてない。滅相もない。待って待って待って。おい、誰かに見られるよ。それに今日メガネかけてるでしょ。最近ちょっとわがままかな。調子に乗っちゃったかもしれない。そんなことはないと思うけど、なんでそんなに俺の顔が見たいの。安心するから。あ、そっか。やっぱりちょっと調子に乗ってたかもしれないので。全然大丈夫だから。じゃなくて、俺も小村くんもいいよ。多分ちょっと気持ち悪くて、これからも三重さんのことを見ていたいよ。